敵がいます。 素晴らしい結果です。 エネミーを発見。爆弾よ。一撃。爆風かけとくね。サポートするよ。これだ。これだ。やるね。フィリアさん。やばい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 。
すごいね。少々手荒でしたかね。これでどうぞサポートするよ。フィリア、ありがとうございます。バフかけとくね。私もレベルアップしましたよ。レイちゃんをよこせと言われた時はどうしようかと思ったけど、こうして無事パーツが手に入ったから。バザルト・ジョーカー、私も協力するから、レイちゃんを絶対に取られないようにね。私たちも気をつけましょう。うんうん、男の風上に。ツッコミはしないから。まあまあ、それで今回はどんなパーツなのかな。アレイちゃん、早く。可愛さが上がりました。まったく、アバターコーディネートができるようになりました。これでいろんなおしゃれができます。よかったね、レイ。いいですね。記憶の方はどうなのかしら。SB まだパーツが必要みたいね。まずはアファシスのパーツの情報からさ。まずはじめに、今日はどんな組み合わせにしますか。いいですか。今日はどんな組み合わせにします。
な感じがします。マスター、嫌な感じ？あっちからします。行ってみます。レイちゃんを一人で行かせるわけに。おめえどうしてくれんだよ。てめえがドジ踏んだせいで狩りは失敗、大赤字なんだよ。ごめんでも。なんだよ俺たちのせい。そういうムカつくやつだなてめえは。全裸&変顔の写真撮ってやるよ。なーに、所詮アバターだろ。ここで全裸になったらあっという間にジージ。うわ最悪、いけないことです。注意してきま。待って、あの手の連中と関わるのは危険よ。まずはそうです。さすが、あんたはお人よしすぎなの。大しクレハ君の言う通りだ。せっいつきそう。まあここは。やあ君。俺ですか。そうだよ、君の友達の。ああ、いつきさんよ。こいつ。ああ悪いね。おい、喧嘩売ってん。ああ、いくらでも買うよ。僕に無駄玉を使わせたりなんかしたら。あったよ。ありがとう。それじゃあ君ついておいで。はい。ありがとうございました。お礼を言われるようなことはしていないよ。数日ログアウトしてから戻ってきてごらん。すみません。駆除ってどうする。さっきの会話は撮影アイテムで録画済みさ。運営に。そういうわけで。かしこまりました。ありがとうございます。僕が好きでやったことさ。それより君たち時間はあるかい。よかった。やあかさ、おかえりなさい。いつきさん。お客さんですか。いつきさん、お茶。ありがとう。僕の友達だからもてなしは自分でやるよ。荒っぽい連中ばかりで驚いたかい。君の言う通りだよ。あんたはまだ知らないだろうけど、いつきさん集団戦なら GGO でもベスト5。申し送る。彼はアルファルドの実質。ご冗談を。みんないつきさんを慕ってきたものばかりです。誰かと話をしているみたいだけど、あんまり楽しくなさす。効率のいいクエストを見つけたんだ。ごめん、ちょっと約束。そうか、じゃあまた今度。お願いだからシノンと呼んで。ごめん、つい。個人情報を漏らすのはまずいよ。誰に聞かれ。そうだね。私はそんなんじゃない。偶然ね。シノン、最近できた友達よ。はじめまして。僕のアバター名は。まさか GGO で会うとは思わなかったわ。シノンをびっくりさせ。それに僕は分かっていたから。むしろ意外だったのは銃のことだよ。 VR 空間な。その話はやめて。ああごめんごめん。じゃあ僕は。ごめんね、話。いいの。彼は長い付き合いとか言っていたけど、キリトたちとの方がずっと。そうなんだ。話の感じから私たちみたいな幼馴染か。違うわ。あるゲーム、彼シュピーゲルと知り合ったの。地元の図書館で顔見知りになって。でもそれだけよ。リアルでたまにお茶。彼は根は実は
GGO に来る前、その時は随分キリトたちに助けて、今は彼も反省しているっていうから大丈夫。そうだ、私これからホームで。いいわね、途中で美味しいお賛成。こんにちは、レイちゃん。攻略の進み具合はまあまあってところなのです。マスターはまだニュービ。確かに特別早い進行ってよ。あんまりのんびりしてる。ももレイちゃんも早くすべてのパーももも自分のマスターに早く攻略し。ももこれだけだとアファシスのパーツは残影の荒野以外にもあるわ。フィールドの開放条件はフィールドボスを倒す。ああ、でもさっきも言ったけど運だけで勝てる相手ではないの。ひとまずは残影の荒野のフィールドボスを。それじゃあね、レイちゃん。マスター、フィールドボスを倒す。確かにマスターはニュービーですが。ファイター。